皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。流行りがミスり、続きやってまいりましょう。では、小暮さんが実は子供たちの間で怪人デカおじさんと呼ばれているんですけどね、まあ、その話を羽黒くんもどこかしらかで聞きつけてきて、なんと怪人デカおじさん、その界隈では結構有名な怪談みたいですね。放っておけば際限なく脱線していきそうな二人の間に僕は無理やり割り込む。ちょっと待ってください、羽黒さん、そんな話僕は初耳なんですけど。そうでしょうね、これを人に言うのは今が初めてですから。なんでそんな大事な話を今まで黙ってたんです。思わず問い詰めるような口調になってしまったが仕方ない。待って、そんなことっていうのがどんなことか。あ、これね、あ、冬城さんがロッカーに向かってなんかわめき散らしたり泣き晴らしたり手を合わせたりお花供えたりとかそういうのをしてたのが近所の子供の中では有名っていうことがね。羽黒さんはといえば困ったような顔でクリームソーダをストローでかき混ぜながら視線をそらしながら答える。だって先輩が佐々木課長にこっぴどくやられてたから、あそこで僕までたたりだなんだって言い出したら一緒になってどやされると思って黙ってたんです。呆れた。あなた自分の身と事件の捜査とどっちが大事だと思ってるの。そりゃ自分ですよ、命あってのものだねって言うじゃないですか。でもたたりだなんだはともかくとしてさ、それは別にたたりで反狂乱になってたっていう風に勝手に羽黒さんが頭の中で変換しただけであって、オカルトを信じてない人からしたら、まあ、ちょっと頭おかしなったんかなぐらいの感じで、でも冬城さんをマークぐらいはできたのにね。この子に比べたら単細胞でもやる気がある分まだ小暮くんの方がマシかもね。ありありと不愉快さを浮かべた鴨泉警部補はお手上げだというように肩をすくめる。確かに事件の進展より自分の身の安全が一番というのは警察官としては褒められたものじゃない。それでどうするつもり？どうって何がです？オウム返しにした僕を冷たく睨んで鴨泉警部補は言う。ある意味じゃあなたがこの事件最大の被害者じゃない。だからってこのまま泣き寝入りするとも思えないし。そうですね、このまま逃亡生活をしているわけにもいかないですし。ならこの事件を解決するしかないわね。鴨泉警部補の言う通りだ。しかしこの事件にはあまりにも多くの要素が複雑に絡んでいる。なんか PSP の調子が悪い。ちょいちょいホーム画面に戻る。ホーム画面っていうか、なんていうの？ゲームをやめますかっていう画面に戻っちゃうね。しかも PSP の中の時間とかめちゃくちゃっていう。せめてどの方向で操作を進めていくかぐらいは今ここで決めておかないと自分でも混乱するだけだ。小暮さんや鴨泉警部補、それに羽黒さんから聞いた話を一度まとめて整理してみよう。冬城さん、戸越さん、織塚さん、殺された3人の被害者の共通項とは、じゃあ待って、これ、待って、あ、捜査方針、あ、待って、これ捜査方針って確かあれやんな、オカルトルートと科学ルート分かれるやつやんな、捜査方針って。今後の捜査に関わるぞ、みたいな。じゃあ最初は、オカルトルートで行くのが私のセオリーなので、まあでも、これどっちも一緒じゃない？あ、ほんまやね。これでもよく見たらさ、今ふと思った。確かに全員ロッカーから遺体出てきてるね。その冬城さんと戸越さんはそれぞれ駅のロッカーで、で、ロッカー違いやけど、一応織塚さんもテレビ局のロッカーの中から出てきてるもんね。まあでも、ここに来てやっぱり、なんか無理やりロッカーになぞらえてる感は否めなくなってきたね。みんなが、駅のロッカーから発見されてるんやったら、駅のロッカーにまつわるって思うけど、
なんか無理くり折塚さんのせいで無理くりロッカー感出てきたもんね。どれやろ、まあ、どっちでもいいと思うけどね。そう、3人は大学時代同じ辞書ゼミに所属していた過去を持つ。ちょっとね、このセルフクエスチョンにおいてはこのままオカルトルートに行けなかった場合だけちょっとやり直すね。選択肢のやり直しするね。カブラギさんによって主催されていたその自主ゼミにはある噂があったはずだ。あ、出た、これね。え、これこっちでいいよね。オカルト、オカルト行くんやったら、なんか魔女会みたいやったみたいな話が出てるもんね。当時の同期であった吾妻さんの証言によれば、その自主ゼミでは怪しいオカルトのような実験を繰り返していたという。そこで何を目指していたのかはわからないが、聞きかじった限りでは黒魔術めいた儀式を行っていたようだ。そうやね、なんか小動物殺したりしてたよね。話を聞いた時は一流大学の学生にしては子供っぽいことをしているとしか思わなかったのだが、もしかしてこの時の儀式やそれを使って目指していた目的こそが一連の事件を引き起こしているのだろうか。こうなってみると、当時の自主ゼミの実態を知る生存者がほとんど残っていないことが悔やまれる。少し目先を変えてみよう。これまでに同一犯に殺害されたと思われる遺体は3体見つかっている。冬代さん、戸越さん、折塚さんだ。彼女たちの死で気になること、それは、まあ、これオカルトやからこれやんな。あの事件現場にいちいち映ってたっていうあれやんな。優香さんの写真に写り込んでたやつやんな。事件現場を映したビデオなどで目撃されている赤ん坊の幽霊、もしかしてあれはこれでいいんかな。あれ、じゃあ光の家で死んだ、関係ないわ。いや、びっくりした、結論いきなり行こうとしたけど、光の家で死んだ子供関係ないよね。これ飛躍しすぎやんね。これゲーム側からネタバレ食らってない？もしかして大丈夫？なこれネタバレ食らってないか？光の家で子供たくさん死んでるみたいなネタバレ食らってないかすごい心配やけど、これじゃないよね。これまだ分かってないもんね。こっちやね。危な。カブラギさんや折塚さんが所属していた辞書ゼミでは、かつて数人の生徒が妊娠するという騒動を起こしている。だから、その子供を産んだか下ろしたかはちょっとわからへんけど、それに関連するんじゃないかなっていうところに落ち着くんじゃないかなってずっと思ってるけど、あ、ぽいね。事件の背後に赤ん坊の幽霊が見え隠れしていることを思えば、この騒動も無関係とは思えないが、これやな。もうこれは、高確率、これオカルトルート行ったよね、今ね。そう。まるであの幽霊たちは、カブラギさんに深い恨みを抱いているように見えた。その理由が何かは不明だが、もしもそれが自主ゼミの妊娠騒動と関係しているなら、冬代さんたちの下も無関係ではなくなってくる。どうやらこの一件、常識だけにとらわれていては、正しい答えが見出せないようだ。はい、オカルト。まるで何かを暗喩するように、コインロッカーに遺棄された女性たちの遺体。袋詰めにされ、コインロッカーに押し込まれた遺体はどれも、理性ある人間には生死できないようなむごたらしさだった。そんなことができる相手は限られている。闇に見入られ、正気を失ってしまった人か、さもなくば闇から這い出してきた人に似たな。これちょっと今回の水上くん、オカルティックすぎん？思い返せばこの事件にはいつもどこかに赤子の影がつきまとっていた。時には泣き声が、時には哀れを誘うその姿が。一度や二度なら幻聴や見間違いということもあるだろう。しかし、こうもたびたび続くのは。赤ん坊の幽霊が何か鍵を握っているのかもしれない。やっぱり水上くん、このまんま警察をクビになった方がいいんじゃなくて？警部補殿、これまでも先輩の柔軟な発想が数々の難事件を解決してきたのでありますからして。言われた張本人の僕よりムキになって言い返す小暮さんを、鬱陶しそうにしっしっと手で払いのけて、
鴨泉警部補は鋭い視線を僕へと向けた。それで幽霊がどうしたかはさておくとして、これからどうするつもりなの？一連の事件には被害者たちが学生時代に参加していた自主ゼミが深く関与しているのは間違いありません。ですから自主ゼミ参加者の中で唯一生き残っている鏑木さんにもう一度会ってみようと思います。では自分もお供。すかさず小暮さんが手を挙げてくれるのが心強い。だけど。お気持ちはありがたいんですが、何しろ僕は謹慎処分の上に指名手配の身の上です。手を貸したとあれば、小暮さんにも迷惑がかかってしまいます。何の、先輩のお役に立って首になるなら本望です。どんと熱い胸を叩いて、満面の笑みで小暮さんはそう答えた。それに、自分は鏑木さんとは面識はないでありますが、子供たちとは時々顔を合わせていましたから、何かのお役には立てるかもしれません。小暮さんありがとうございます。今の僕にできることは感謝の気持ちを表すだけだ。深々と頭を下げたその横で、羽黒さんがへえと感心したような声を漏らす。せっかく警察官になったのに、自分の組までかけてこんな事件に関わろうなんて、小暮先輩も物好きですね。現代っ子らしい味方ね。確かにそれは義理や人情とは程遠いドライなものの味方かもしれない。でも羽黒さんの言い分も間違ってはいないのだ。小暮さんの気持ちを無下にするつもりもないし、同じことを羽黒さんに強要するつもりもありません。ただ佐々木課長にはしばらくの間黙っておいてくれれば。ちょっとちょっと、話を勝手に進めないでくださいよ先輩。え？クビになるのはごめんですけど、今僕ってば傷病休暇中？え、そうなん？どこで？どこで怪我したあんた？傷病休暇中ってことになってるんですよ。どこか具合でも悪いんですか？それならなおさら。そうじゃありませんってば。ほら、先輩を探すのにもっと時間がかかると思って、適当な病名をでっち上げて休ませてもらってるんです。あ、ちなみに、頭内爆発音症候群ってことになってるんですけどね。ニコニコと罪のない笑顔で問題発言をしておいて、羽黒さんは大したことではないというように続ける。編纂室がなくなった今、こんなオカルトチックで面白そうな事件を見逃す手はありませんからね。というわけですから、先輩僕も連れてってくださいよ。くださいよって、いいんですかそんなことで。いや、休暇中やろうが何やろうが、今の水上くんに手貸して、このまま水上くんがおかしなことになったら、クビじゃないの？どんな言い訳をしていようが、僕と一緒にいるところを見つかってしまえば、それで一巻の終わりだということが分かっているんだろうか。そうそう、それそれ。もっともことの重大性を理解している鴨泉警部補は、バカでも見るような、いや、夢の島のゴミから生まれてきた奇怪な怪獣でも見るかのような目を僕らに向けている。このまま行けば、濡れ衣を着せられたまま、刑務所にまっしぐらだっていうのに、オカルトだの赤ん坊の霊だの、付き合っていられないわ、勝手になさい。ですよね。オカルトルートやったらカモさん高確率で手伝ってくれへんもんね。編纂室もなくなったというのに、鴨泉警部補がここまで付き合ってくれたこと自体が奇跡のようなものなのだ。予想通りの答えに苦笑いを浮かべて立ち上がる。とりあえず今夜の宿を確保しないといけませんね。そうですね。あ、ひょっとして僕の家なら監視はないかも。貴様の家に泊めるぐらいなら自分のアパートに。ちょっと待ちなさい、そこのサンバカトリオ。それはあんまりな言われようでは。バカをバカだと言って何が悪いの？それよりあなたたち本気で赤ん坊の幽霊がどうしたこうしたなんて考えてるの？まあ、その可能性もあるって程度なんですけど。じゃあ、これで水上くんが捕まったら、無関係な私まで、
馬鹿げた心霊捜査をしていた水上幸太郎と同じ部署で働いてた私いつもさ、鴨泉さんのフルネーム言うときさ、ちょっとなんか、若干心の中で気合い入れないと呼びにくいときあってんけど、今更気づいたわ。鴨泉かもめって呼びかけるからや。鴨泉かごめやねんけど、かもめって呼びそうになるから、内心ちょっとぐって喉に力入れてたんやなって今気づきました。鴨泉かごめって目で見られちゃうじゃない。それはそうだが、捕まる前提で話を進められているのは縁起が悪いにも程があるのでは。しかしそんな僕の胸中まで、鴨泉警部補が思いやってくれるわけもない。綺麗にマニキュアが塗られた指先をビシッと突きつけて断言した。もう想像しただけで死にたくなるぐらい迷惑だわ。そんな捜査今すぐやめなさい。いや、そんな無茶な。黙って捕まれって言うんですか。それでもいいけど、そうなると今度は警視庁始まって以来の凶悪殺人者、水上幸太郎と同じ部署で働いていた鴨泉かごめって扱いになるじゃない。どうしてくれるのよ。どうしてくれると言われても、どうしようもないんですが、と言いたくても言えない自分の小心者さが恨めし。ああ、もう、どこで私の人生って間違ったのかしら。幽霊だの、たたりだの、バカの上ごとを大真面目に口にするようなやつを助けてやらなくちゃいけないなんて。あの、鴨泉警部補。何ポカンとしてるの。この私に知恵を貸してもらえるんだから、ここのお茶代くらい言われる前に払っときなさい。伝票を押し付けられて目を白黒させている僕を一別して、鴨泉警部補は立ち上がる。あなたたちなんかに私の栄光ある人生の邪魔をさせるわけにはいかないから、この事件の捜査を手伝ってあげるわ。ありがたく感謝することね。それだけ言い終えると、車のキーを手にした鴨泉警部補は足早にラウンジを立ち去ってしまう。もちろん、早く来ないと置いていくわよ、と説得のも忘れない。かごめ先輩が協力してくれるなんて、きっとあんな言い方をしても、水上先輩のことを心配してるんですよ。そやなぁ。鴨さんが、この状況で手伝ってくれるっていうのは、なんか相当なもんやと思うけどね。尻尾があれば、ブンブンと振り回しそうな羽黒さんの言葉に、僕と小暮さんは顔を見合わせ同時に答えた。それはないですよ。それはありえん。そうかな。相当やと思うけどな。相当覚悟したと思うけどな、鴨さんに至っては。小暮さんは中堅やんか。車は夜の街を走る。目指すは鏑木さんの経営する児童養護施設、光の家だ。まさか編纂室がなくなってからもこんなドキドキする事件に関われるなんて思わなかったな。不謹慎だぞ。少しは慎まんか。小暮くんもその大声を慎んでくれないかしら。ハンドルを握った鴨泉警部補の声は不機嫌そのものだ。無理もない。4人乗り可能とは言っても鴨泉警部補の車はスポーツカータイプ。お世辞にも広いとは言えない車内に男が3人、しかもうち1人は縦横ともに人並み以上ある大男だが、乗り込んでいれば何かと不自由に決まっている。こんなことになるならセダンの方に乗ってくればよか。2台持ってんの車。警部補、何台車をお持ちなのでありますか。2台だけよ。両方外車だけどね。それはそれは豪勢なことで。どこにそんなお金あんのよ。まったく、この車だってこんなことに使うために買ったんじゃないのに。どんなことに使うための、ブツブツ言ってるが、人を乗せるのが不本意ならどう使えばいいんだろう。私も思った。もちろんそんな疑問を口に出すような真似は絶対にしない僕ではあるが、
鴨泉警部補のご機嫌メーターはどんどん悪くなっていくばかりだ。重くて燃費が悪くなる。車内が男臭くなる。文句を言い続けた鴨泉警部補の不機嫌さは目的地へ向かう途中の工事現場で絶頂に達した。ちょっと通行の邪魔よ。工事なら夜中になさい。っていうか昼も夜も真夜中もやってるんですよね。いつまでダラダラ工事してるのよ。そんな調子だから国民に税金の無駄遣いがなんだって言われて、観光庁まで経費の節減がうるさく言われてるんじゃない。もはや完全に本題からずれている。難癖つけられている警備員の青年も迷惑そうな顔だ。もういいわ小暮くん、あなたどうせ車に乗ってても邪魔なだけだから工事でも手伝ってあげなさい。それはあんまりであります。後ろの車突っかえてるんで早く行ってもらえないっすか。そうしましょうよ。僕そろそろ車酔いしそうですし。吐くのが外にしよう。お前なんでもう車酔いすんのかいな、あんた。知らんかったわ。ようやく編纂室のメンバーが再集結したっていうのに、初っ端からこの調子で大丈夫なんだろうか。いや、みんななんやかんやでちょっとご機嫌やん。てか、羽黒くんって車酔いするタイプやってんな。超絶今更感。人の家を訪れるにはいささか非常識な時間だったが、出迎えてくれたスタッフは嫌な顔一つせずに応対してくれた。まだ若い男性のスタッフは加計凛太郎と名乗り、僕に気安く握手を求めてきた。本業は大学生だが、この施設でボランティアのようなことをしているそうだ。もっとも、この施設にいる子は僕とそう年の違わない、この子さ、あれやね、多分あそこで変わってくるんか、カブラギさんに会いに行くか、織塚さんに会いに行くかっていう選択肢があったんやけど、あれカブラギさんルート行ってたら、この人とのその自己紹介パートはなかったんかもしれんね。だからそんな感じやね。で、織塚さんに話を聞きに行くルートで進んでるから、こっちのルートは。だから、加計さんとも、今初対面っていうので、こういう自己紹介が入ってるわけね。でも、加計さんは大学生なんですよね。じゃあ、ここにいるのは高校生ぐらいの子たちが多いんですか？この施設にいる子供たちは、みんな二十歳を過ぎてるんですよ。珍しいですかね。小暮さんの情報通り、珍しいというより、何かがおかしいと思える。児童養護施設といえば、普通は18歳未満の子供たちが暮らしているはずだ。ある程度の年齢になれば、あとは自立を促すのが相場だ。うちは児童養護施設っていうか、鏑木さんの家を開放しているような感覚ですから、年齢制限も設けてないんですよ。ああ、そういうことなんですね。そうでなくても、近頃は若者が自立するのも難しい景気が続いてますしね。僕も大学を卒業したらどうすりゃいいのか。生まれた時からずっと世の中は不況でしたからね、とあっけらかんとした笑顔で言ってから、加計さんがドアを開く。その先には広めの食堂が広がっており、さらに奥にはキッチンが見える。どうやら遅めの夕飯を準備していたらしく、鍋の中身をかき回す手を止めて、数人の若者たちが僕らを凝視していた。な、9時ぐらいに来たんかな？遅めの夕飯って。姿形は僕らとさほど変わらない大人のものなのに、大きく見開かれた瞳だけが飢えた子供のようにギラギラしている。どんな小さな異変も不正も見逃すまいとしているような熱っぽい子供の眼差し。それでいて僕や小暮さんが彼らに視線を向けると、それを避けるように身を隠してしまうのだ。成人した子供たちを養育している施設というのも珍しいと思っていたが、こうして間近に子供たちを見ると、理事長の鏑木さんがそれを許しているのもわかる気がした。彼らはあまりにも世間の同年代たちとかけ離れているのだ。擦れているとか屈折しているとかではない。なんだろう。
きっと狼に育てられた子供というのが実在するなら、こんな風なのかもしれない。同じ時代を同じ姿、同じ国で暮らしているはずなのに、目に見えない隔たりをひしひしと感じるのだ。それでも小暮さんがニカッと笑って手を挙げてみせると、リーダー格とおぼしき少女がはにかみ笑いを浮かべながら言った。加山智恵という名前だけど、加山智恵という名前だと、小暮さんがそっと耳打ちして教えてくれる。かわいい子やな。また来たのね、怪人デカおじさん。デカおじさんではないと何か言えば。いや、まあ、いいでありますが。それより智恵さん、今日は何を作っているのでありますか。